キチャンネル。ちょ、火曜日、総チェック。はい、火曜日なのに総チェックです。今回ね、変則で行って、昨日セリーグのね、総チェックで言いましたけども、パリーグがね、金曜日、休みで、土日月と、今日海の日でね、3連戦といったところで、この3連戦、パリーグの、今日はね、パリーグだけの総チェック、やっていきたいと思います。セリーグは、ヤクルト巨人、大変なことにね、なってましたけども、ね、それはまた、木曜日に行きたいと思います。ということで、パリーグ総チェック、行きましょう。はい。まずは、ロッテ対ソフトバンク。16日、雨天中止。17日、3対5でソフトバンク。17日、2対1でロッテ。1勝1敗の5分っていうね、形になりましたけども、17日ね、3対5でソフトバンクっていうところで、ロッテ先発ロメロね、6回127球、8安打4三振、1四球2失点と、もう気合ね、満点、ガッツポーズあり、顔からもうむき出しの表情で、ピッチングになったけども、ここまでね、対ソフトバンク6回目の登板っていうところで、パリーグの中では最多登板。で、被打率も最も低く、本当に気合の投球。ね。でも、攻め方はね、そんなのもずっと変わってない。一緒。対左に対しては、外のストレート、スライダー。で、まあ、たまにそれがね、抜けてきたり逆球はあるけども、もうほぼほぼ外だけです。もう、9割、10割ぐらい。で、対右はインコースにストレート、スライダーなりながら、外からのスライダーもあるし、チェンジアップっていうところで、まあ、右の方が若干打ちづらいかなっていうね、ところはありますけども、この日もね、しっかりとしたピッチングでね、最少失点に抑えて、完璧なピッチング。ね。で、ソフトバンク先発石川、6回101球、6安打6三振、1四球3失点と、まあ、立ち上がりね、ちょっと球が上ずったなっていうところはあるけども、まあ、そこをね、痛打されて、まあ、タイムリーは打たれずね、尻上がりに修正できたっていうところは良かったかなと。あと対左バッターにね、外からのパワーカーブっていうところが非常にね、よく効いたなっていうところはありますね。で、ソフトバンクはね、初回ね、先頭シュートセンター前。で、今宮がね、レフトオーバーのツーベースで1打点。で、ここで柳田三振っていうね、ところで、柳田ちょっと対ロメロなんかあんまりタイミング合ってないね。で、デスパイネ、アウト。で、負けられてるけども、松田がね、三振というところで、ここでもう行っていきたかったね。まあ、結果的に勝ったけど、もうちょっと楽な展開に、ね、なったんじゃないのかっていうね。で、すぐね、ロッテは2回裏。井上がね、ブージャン。高めのカットボール。浮いてきたところをバックスクリーン。グッと。ナイスホームラン。ね、こっから上げていくか。ね。で、3回裏。一気に、ワンアウトから。藤岡荻の高部とね、3連打。そして中村、押し出し、1点。で、安田がね、レフトへ犠牲フライ行って。で、その後、井上ね、三振取って。まあ、ここね、石川としてもね、この、犠牲フライ、ね、押し出し犠牲フライ、非常にもったいなかったけども、まあ、タイムリーを打たれなくて、もう最低限に失点を抑えたっていうところがね、まあ、結果最後勝ちにつながったのかなっていうね、逆にロッテはね、まあ、2点、最低限の得点はしたけども、ここでタイムリーポンと出てたらね、一気に、の試合ね、ものにできたっていうところでの、まあ、キーポイントだったかなと。ね。で、ソフトバンクはね、4回表。増田周、プロ入り初ヒットが初ホームラン、ライトへ、グッと。ナイスホームラン、ここからね、上がっていこうぜ。ちょっと、今日の試合、あれってね、後で解説しますけども。でね、8回裏、ピッチャーね、オスラ、デスパイネが思い切ってね、インコース、首振ってインコース行ってホームラン、レフトへね、同点ホームラン。で、10回表、2アウトからね、ピッチャーゲレーロ、デスパイネがライト前、で、牧原がレフト前。で、ここ、で、川瀬がね、最後、左中間に抜ける、タイムリーツーベース2点でね、まあ、5対3で勝負あったっていうところだけども、この牧原の時も川瀬の時も顔ぐらいの高さ持っていかれてるっていうことは、あのゲレーロがね、っていうことはもうゲレーロのストレートにちょっと力がなくなってきてるのかなっていう、若干の当ててからオリックス戦なんか変な感じだね。ちょっと球が伝わってない、お気に入ってるのか何か分かんないけども、ちょっと変な感じ。でもそこをね、牧原川瀬と高めね、ファールに試合でしっかりヘッドさせてね、思い切ってね、反対方向へバッティング。ここでね、一気に、勝ち越して勝利をものにしたっていうところでは、グッバッティング。ね。で、この日、荻野250盗塁達成、荻野おめでとう、怪我しながらもね、ここまでよく頑張りました。もっと行こう。300盗塁目指して、頑張れ。そしてなんと、谷本さん、2000試合出場です。谷本さん、グッとからのビッググー。ナイアガラで、ね、優勢です。谷本さん、ありがとうございます。ね。あと、ここで、ロッテあるある。ロッテあるある。記念試合。負け勝ち。あると思います。続いて、17日ね、2対1でロッテの勝ちっていうところで、まあ、この日はね、初回から動くんだけども、ソフトバンク先発ね、東浜。6回101球、7安打2三振、2四球2失点とね。まあ、いい形で投げてたけどね。若干ちょっともったいなかったね。で、ロッテ先発ね、三輪。7回87球、3安打6三振、1四球1失点と。まあ、初回ね、失点したけども、その後ね、落ち着いたっていうね。だから、東山も三輪もね、もう、序盤、球も高すぎる。
全部高い。で、三輪と、まあ、東山もね、徐々にね、いい感じで、たまにもね、しっかり腕振れてきたし、低めに投げれてきたってね、修正できたけども、両ピッチャーね、初回から球高い。で、その中でね、ソフトバンク初回、ワンアウトからね、今宮レフト前ヒット。で、牧原アウトになるけども、デスパイリーの時に、松川パスボール、バーッと。ロッテ、捕手陣、パスボール、ワイルドピッチ、多すぎる。これもインコース構えてて、若干ね、引っ掛けたけど、反応しきれてない。そこら辺もう準備しとかなきゃ。バーッと、パスボール。で、デスパイリーね、一塁空いてるからもうフォアボールみたいな。で、ツーアウト一塁から、柳町がね、インコース、詰まりながらも、フォアフォアフォアって。サードとね、レフトの間に落ちるヒットっていうところでね、まあ先制。まあ、ね、しっかりね、振り切ったっていうところでね、いいところに押したかなと。まあこれね、嫌な感じでね、昨日も負けてるから先制されてっていうところでね、その裏一回表、高部がセンター前ヒット。で、ここで盗塁、グス。これもでもね、回ワンバンになって、あれちゃんと投げてたら楽勝でアウトだったよ、タイミングね。で、ここで、角中ね、なんとか進塁打打とうと思って、高めね、ヘッド返していこうと思ったけども、レフト方向に飛んで、レフトの前に落ちて、レフト増田修、万歳。で、高部、ホーム帰ってきます。増田、バーッと。まあね、本職がないやっていうところでね、そんなの仕方ないんじゃないのかっていう人いるかもわかんないけども、試合に出たら関係ないわけよ。そんなの言ってたらね、試合になんないからね。そこもやらなきゃいけないっていうところと、ノーアウト二塁で逆方向を打とうとしてて、ライト方向ね、ってなった時に、あんな後ろに守るっていうね、もっとベンチも含めて、慣れてないんだったら、もっとベンチワークで前に守らすとか、指示しないと、ノーアウト二塁で角中引っ張ろうとしてんのに、あんな後ろに守ってたら、もう守備位置のミスだね。あれ普通に前来て守備位置だったら楽勝で取れてたっていうところでね、この防げる一点を取られてしまったっていうところでは、ベンチワークも含めて、バッと。ね。で、その後、中村送りバント失敗、バッと。ピッチャー、強振。三塁。しかも、この時、三塁ね、シュート、タッチ、グッタッチ。タッチしに行かないで、もうそのベースのところに置いとくっていうね、あれよ。あれがキャッチャーにも必要なのよ。で、そこにね、スライディング角中がしてきて、ね、最初セーフだったけどアウト。多分もう、間にね、グラブが入って、多分ベースまで行ってなかったんだろうね。そういったところではシュートのね、タッチプレイ。あれをね、各類の人たちはね、あれやらなきゃいけない。もう見本みたいなもん。ね。で、まあ、ここね、追加点で、ロッテもここで送ってもう1点取ってたらね、もうちょっと楽な展開になったけども、そして3回裏はね、高部ツーベースね、若干外野が後ろっていうところで思い切ってね、セカンド前行って、ナイス走塁。ね。で、角中、セカンドへね、内野安打。ここはね、しっかり引っ張ろうとしてね、最低でも進塁だっていうところで、ここで、リチャード、バーッと。いや、なんでかっていうと、その、セカンドゴロね、取った、牧原、正面で取ってんだよね。正面で取れるっていうところで、ファーストが飛びつく必要あるかっていう。あれも牧原がね、ギリギリ追いついただったらわかるけど、正面入ってんだよ。っていうことはもうポジショニングが頭に入ってない。あれは行かないで待ってたファースト取ったらアウト取れたんだ、普通のセカンドゴロで。それをなぜに飛びつく牧原は正面で取ってるっていうね。もうここら辺もっとね、考えて野球やんないと、ただ強く打って強く投げて強く走ってだけじゃダメなのよ。頭使わないと。っていうところだね。バーッと。だからね、こういうなんかね、記録に残らないミスがこの日はね、ソフトバンク多すぎる。この当たり前のことを当たり前にできてない。だからね、必死でやるだけが野球じゃない。もっと考えてやんないと。だからそういったところではファームでもっと教えないといけないね。あんなの飛びついちゃダメよ。で、結局三塁まで行って、で、中村が、きちいね、犠牲フライで、1点取るっていうところでね、勝ち越し。で、この後ね、井上レアードフォアボールで、ね、東山もバタバタしてる中、菅野はね、ライナーね、レフトライナー、いい形で打ったけどね、まあ、ここも1本打ったけどね、一気に試合崩せたかなっていうところですよね。まあ、この日はね、5時からっていうところで、しっかり試合見れて、まあ、もうどっち、なんか最初バタバタしてたけどね、でもそっからね、もう4回以降は、もうね、お互いチーム、ほぼ、見せ場なくね、トントントンといって、その、まあ、終焉っていう形でね、まあ結果、一勝一敗で五分っていう形になりましたけど、ここでね、最後に一言っていうね、ところでね、そのロッテに一人言いたい。今ね、まあ今日の報道でね、日本ハムもビッグボス含めてもう十何人もコロナ、ソフトバンクもコロナ、西武もコロナっていうね、ところで、で、オリックスもちょっと前コロナだったっていうね。今年はロッテだけがほぼほぼコロナで離脱が、まあ、いないわけよね。鳥越さんとかなんか二軍ではなってたけどね。そういったところで、今万全な状態なのに、そんなに負けてたらダメよ。ここのオールスター前、こんなみんながどんどん
欠場して人がいない中よ、ここがねビッグチャンスなんだよ。それをねこの5部とか言ってドンドンドンっていかないと、この機に乗じてね、そういったところではもうちょっと頑張んないと、これでもしロッテ抜けたら終わるよコロナでっていうところではね、この今のチャンスにねもうちょっと頑張っていかなきゃいけないっていうところは感じましたね。まあソフトバンクはね今季ね、マリンで一敗もしてなかったところ、今回ね、初黒星っていうところだけど、ちょっとマスターとリチャード、そういう趣味のこのね、判断っていうかね、ベンチワークも含めて、そういったところはもうちょっとこうね、頭を使う野球っていうのはした方がいいんじゃないのかなって感じました。ついで、楽天対オリックス。16日7対3で楽天。17日3対7でオリックス。18日8対3で楽天。楽天の2勝1敗で勝ち越しっていうね、ところになりましたけども、16日連7対3で楽天というところで、楽天先発田中マー君ね、7回107球、3安打4三振、3四球、1デッドボール無失点と、まあ、2ヶ月ぶりの約勝利になります。はい。ということでね、まあ、ピッチング的には立ち上がりは、なんか最近と同じように全体的にちょっと緩さ感じたんだけど、回が進むにつれてね、左足、踏み出した足にしっかり体重が乗って、ちょっと沈み込むぐらいの感じの体重が乗った、勢いで体重移動してしっかりリリースポイントも前になって、でなんか力強さ出たなっていうね感じがして、途中から非常にいい感じのフォームに、途中戻ったんじゃないのかなっていうような感じはねしました。立ち上がりでちょっとね緩いかなって感じだったけどもね、2ヶ月ぶりの勝利グッピチね。で、オリックス先発山本ね、6回91球、6安打5三振、2四球4失点。まあ、悪くはなかったけども、ちょっと流れがっていうところでね、4回、2アウトからね、鈴木大地、サードゴロ、マッカーシーエラーで、で、その後、辰巳三振。で、本当だったら5回、辰巳から始まってたところがね、5回ね、辰巳から始まらないで、結果ね、ワンアウトから小深田フォアボール、ね、西川ライト前ヒット。で、ここでね、1、3塁から西川が盗塁。で、金次が、フォークボールね、もうほぼワンパンしそうなやつをナイスバットコントロールでね、ヘッド返さないで当てて、レフト前ヒット。グッと。ナムズバッティ。で、そこでね、このレフト石岡が前進してきて、もうギリギリワンパンで飛んだよね。そのギリギリワンパンで取ったのを見逃さないで、三塁ランナー小深田がね、まあ、ハーフウェイ取ってたけども、ナイスタート。グッと。この小深田のね、走塁、素晴らしかった。あれでね、普通だったら躊躇して戻れなくてっていうところでもね、しっかりハグへ取りながらナイス判断でね、ホームインしたのは非常に小深田ね、ナイス走塁。で、その後ね、浅村、ツーボールワンストライクからアウトコース高めをね、ライトへ見事にスリーラン。グッて。これで、ほぼね、試合は決まってしまったんだけども、ね、やっぱこのね、エラーっていうのは、その時に点が入らなくても、タイムリーエラーじゃなくても、打線の流れが変わって、で、変な感じになっていくっていうところも多々あるから、俺はこのね、4失点はね、このマッカーシーのエラーで打順が変わったことによって、次の回、いい流れになってしまったっていうところはあるんで、このね、エラーから来たっていうね、ところはちょっと見逃せないかなっていうね。で、7回裏、ピッチャーね、中村、独立リーグね、メキシコが行って帰ってきてっていうところでね、7回裏、先頭フォアボール。ここ先頭フォアボールがダメよ。ピッチャー変わった時にね。で、銀次ライト前ヒット。で、浅村アウトになるけども、島内がね、タイムリーヒット。で、鈴木大地タイムリーヒットっていうところで、一気にね、3点で、まあ、勝負ありっていうね、感じ。まあ、8回表ね、吉田、杉本のね、タイムリー、内野ゴロの間、そして杉本のホームランでね、3点取るけども、まあ、時すでに遅しっていうね、まあ、小深田のナイス走塁っていうところも良かったし、浅村の一発ね、なんといってもマー君がね、途中から良くなったっていうところと、マッカーシーのエラーだね、ここから流れが変わったっていうように、佐々木は見てます。続いて、17日3対7でオリックスっていうところで、先発楽天、唐島、4回92球、7安打1三振、2四球1デッドボール6失点、で、自責点4っていうところでね、全体的にね、球が高かった。チェンジアップも含めて。だからそれじゃあね、良さ出ないね。唐島のね、まあ、そこ2だかなっていうね。で、オリックス先発田島、5回107球、8安打、三振0、4四球2失点と。ちょっとだけね、この右肩のね、開きが早いかなって感じするんだよね。で、まあ、でもそのなりに試合をね、まとめてね、勝ち投手っていうところでは、まあ、悪いなりにね、勝つっていうところでは非常にグッピッチだったかなと。でも若干離れるから、ここはね、なんか、リリースポイントが早くなってちょっと制球乱したかなっていう感じがします。で、オリックスはね、初回しっかりね2点、先頭福田がねレフト前でもねアウトになるけども、中川フォアボールで、吉田がヒットで満塁から打撃妨害バッとね、キャッチャー太田バッとで、その後きっちり足立がね犠牲フライで、これ2点取ったっていうところは大きかったね。で、その後ね、この2点で終わらないで、2回表もね、ワンアウトから若月ヒット。で、フルアウトになるけども、2アウトからね、胸ヒットで、中川ね、2点タイムリーツーベース、中川、グッて。
ね、長い感じでね、3番の役割非常にしてるかなと。この2点目大きかったね。でもその後、2回表にね、田中ツーベースで、隅田レフト前ヒット。で、辰巳がね、ダブルプレーの間に1点。まあ、ここね、パンパンパンって言いたかったけど、1点止まり。で、3回の裏も、小深田フォアボール、銀次ヒット。で、浅村ヒットで、ノーアウト満塁から島内アウトになるけども、まあ、茂木がね、犠牲フライで1点っていうところで、まあ、この中、1点ずつしかね、取れなかったっていうところが、この試合のね、ポイントだと、ここで複数点取ってればね、オリックスより。だから、序盤複数点取ったオリックス。チャンスは作るけども、単発で終わってしまった楽天っていうところで、結果ね、7対3っていう点差になったかなと。で、5回表もね、長川デッドボール、吉田ヒット。で、杉本フォアボールで、ノーアウト満塁から、ピッチャー西垣に代わって、2アウトまで行くけども、紅林がね、レフトへタイムリーヒットっていうところでね、ここでしっかり2点を取れる。で、6回、ダメ押しのね、長川がまだタイムリーっていうところで、まあ、この日ね、長川3打数2安打3打点ってね、非常にいい働きっていうね、この価値ある、感じでしたね。まあ、若干ね、まあ、西垣もそうだったけど、やっぱ打たれたやつは全部高いね。そういったところではそこをね、しっかりまとめ上げたかなと。で、この日ね、隅田にね、田島キラーっていうところで打率6割これ、こういうもん3打数3安打、7番っていうところで、まあ、もうちょっとそれだったら打順ね、結果なんだけどもね、上げてもよかったんじゃないのかなっていう感じもするし、あと楽天は毎回ランナー出してんだよね。常に毎回ランナー出してんだけども、最後の最後の1本っていうところがね、出ずに結果ね、7対3。だって14安打と12安打打ってるからね、ヒットは出てるっていうところではね、そこね、もう1本出なかったっていうところではね、結果ね、7対3になってしまったかなっていうね、結果オリックスの7対3でした。続いて、18日8対3で楽天というところで、まあ、この日ね、先発お待たせしました、藤平っていうところでね、4回89、2安打2三振、4四球、1失点と、まあ、4回で変わるんだけども、まあ、5回ちょっと見たかったけどね、あのもうね、最低でも5イニングっていうところは見たかったけども、まあ、ここは限界と思ったのかな。まあ、でも全体的にね、ピッチングは、まあ、ストレートの力あったけども、まあ、なんか、アバウトさはちょっと抜けなかったね。前回、まあ、結構甘めのとこあったけどね、そのストレートの力強さっていうところでね、まあ詰まらしたり振り遅れたり打ち取ったっていうところもあるけども、若干全体的にアバウトかなっていうね、これはちょっともう一回しっかり見てみないとなかなか合格とはグッドとは言えないね。でも5回見たかったけどね、あのままの勢いでね。まあその中ね、楽天は初回ね、もうワゲスパックがね、4回3分の1、102球、5安打4三振、4四球、3失点と、球数多いけども、球、上ずりまくり、全くそこストライクね、立ちから入らなくて、辰巳フォアボール、で、島内フォアボール、で、鈴木大地にライトへね、先制タイムリーヒットっていうね、で、2回にも、山崎レフト前、で、これ盗塁成功、で、2アウト3塁になって、辰巳がね、ライトへ、タイムリースリーベースというところでね、まあ、序盤に2点、しかもこの日ね、あの、先発のね、西川が、検査で、PCR 検査でコロナ陽性っていうところでね、急遽、辰巳がね、スタメンになって、その辰巳がね、大活躍。まあ、結果から見るとね、辰巳は3打数2安打3打点とね、非常にいい働きをしてね、勝ちに貢献したっていうね。で、3回の表ね、杉本がレフトへタイムリー打って、まあね、こう1点差で、まあもう一回行くぞっていうところでね、この5回表、ピッチャーがね、藤平から、渡辺に代わって、ワンアウトから宗中がデッドボール、バーッと。どうしたね。で、その後吉田をね、外のスライダーでハーフスイング、ちょっと振ってるっていうようなね顔してたけども、三振取ってツーアウト一塁からね、西垣に代わって、で杉本フォアボールで、マッカーシーに高め抜いたところ、もう西垣2日連続球高いね、ライトオーバーのタイムリーツーベース2打点、逆転されるっていう、でこれこのまま行くんちゃうかって思ったら、5回裏ね、またワゲスパックがフォアボール連発で、銀次、島内フォアボールで、ピッチャーケース好きに代わって、ケース好きと跳躍ほぼ真ん中高め、投球が甘い甘い。そこをね、鈴木大地にライト前ヒット。で、ここでね、杉本ファンブル、バッと。で、1点入って。で、次はね、岡島のワンアウト1、2からライト前ヒットね、丁寧に取ってね、ホームへ、ナイス送球、グッズ、ね。できるじゃん、やれば。まあ、こうやってね、ミスしても次にしっかり修正してくる。まあ、ミスしたことはダメだけども、そのね、次しっかり修正してきて完璧にするっていうところは、非常にね、グッド守備、杉本ね。そういったところは、まあ、大事よ。で、ホームね、アウトになって、よし、このままね、ああなんとか、あの、同点のままと思ったら、ケース好き、ボート、ワールドピッチで1点、トング、バッと。もう、上から取りに行こうとしてるやん。もう、ワンパン来るって思ってないよね。早い球でも、ワンパンあるからね。それを手だけで行って、ワールドピッチ、バッと。バッタみたいに。もう、バッタ取りだよ、あれはもう完全。バッタ取り、ね、通称。もう、ああいうのを見ると、俺がもしコーチだったら、激怒りだね。
そういったところではもうちゃんとしないともったいないね、本当に。で、その後ね、6回裏、跳躍に変わって、もうこちらもね、小深田ね、先頭を追ったフォアボール。で、小深田のすげえラッパー。だからミス多いね。結局負けるときってこんなもんだね。で、その後、辰巳がね、セーフティースクイズ。きっちりと、構えるの早かったけどね、きっちり成功させて、で、銀次がタイムリーツーベースで2点。で、7回にも、デッドボール、レフト前ヒット。で、送りバントしてね。で、小深田、辰巳とね、またタイムリーで2点取って、まあ、勝負ありっていうね、感じで。オリックス、ミス多い。で、K 鈴木、跳躍、ほぼほぼど真ん中投げてる。そら打つぜ、っていうね。で、まあ、ここでね、楽天もね、1番のね、辰巳がね、3打数2安打3打点。でね、下位のね、鈴木大地が4打数4安打とね、非常にこの上と下がそんだけ打ったらね、こう打線回りやすいかなっていう形でね、しっかり勝ち切ったっていうところでは、非常にね、素晴らしかったっていうところも、あるし、若干ね、この、渡辺西垣でね、バタついたっていうところはあるけども、まあ、なんとかね、その後、まあ、最後松井裕樹のね、3三振は貫禄さすかっていうところだったけどもね、まあ、しっかり逃げ切ったかなと。オリックスはもうちょっとね、やらなきゃいけないことをしっかりやんないと、もったいないね、試合展開のように見えました。結果ね、2勝1敗で楽天の勝ち越しでした。ついで、日本ハム対西武。16日1対0で日本ハム。17日3対4で西武。17日1対5で西武。西武の2勝1敗で勝ち越しっていうね、ところになりましたけども、16日ね、1対0で日本ハムというところで、西武先発高橋光成ね、7回111球、8安打5三振、無四球1失点と、まあ、たまにね、非常に力はあったけども、全体的に高くて、まあ、そこを痛打されちゃったかなっていうね。まあ、しかし、1失点、攻められない。ね。いい形のね、粘り強いピッチング。ね。で、日本ハム先発、噂は、7回3分の1、117球、5安打4三振、3四球無失点と、まあ、いつもよりね、全体的にストレートよりも変化球多めの投球で、非常に低めに決まって、グッピッチング。ね。で、7回表ね、ジャンセンの、ピッチャー強襲で、骨折っていうところでね、非常に痛い。全治8週間かな。今、非常に状態良かっただけにね、もったいないけども、まあこれはもうなったもの仕方ないからね、しっかり直して、またね、帰ってきてほしいと、思います。で、日本はね、6回裏、ワンアウトからね、近藤がライトへツーベース。野村がね、高めのスライダー、入ってきたところをね、センターオーバー、ツーベースでね、1打点。これがね、まあ決勝点、なったかなっていうところでね、まあそこをね、まあ狙われたっていうね。まあでもこれ1失点だからね、高めに浮いたって言っててもね、で、その中で、まあ、西武はね、5回、6回、7回とチャンス作るも得点できなかった。ここの打線っていうところがね、まあ、5回裏もね、あ、5回表も、先頭ね、トノサイがライトでツーベース。で、ここでね、ジャンセンが、ライトフライ。で、まあ、定位置ぐらい、若干前かなっていうところね、トノサイ思い切ってね、三塁狙うけども、浅間が三塁へ、グスロ。でね、タッチ。アウトっていうところでね、ピンチを脱出。だからここはね、三塁遅れてたらまた状況違ったし。で、6回もワンアウトからね、アイトツーベース、森フォアボールでワンアウト一塁になるけども、まあ山川ウネンティがね、ここでパンパンとアウトになるっていうね、一本出なかった。7回、ね、先頭、オグレディフォアボール。で、その先送りバンド成功。ジャンセン・ウィーティがピッチャー強襲ね、今言った。強襲打って、で、ワンアウト一三塁から、こう山田ね、あのセーフティースクイズ、試みるんだけども、ファールっていう。で、ここでもね、ビッグボス采配が、で、野村と谷地、ね、野村谷地をまた変えてね、ファーストに谷地、野村サードに戻して、それまでね、野村ファースト谷地サードだったのにね、セーフティースクイズあるぞっていうところで、ね、で、ファール。で、ここ、次、もうギャンブルスタートで行くぜって言ったところで、山田もね、なんとか当ててね、死に物狂いて、いい形の気持ち出てけども、それが、ふん、セカンドラインだ、サード戻れず、ダブルプレイ。じゃ、ついてなかったね、全体的にね。まあそこゴロだった1点入ったけどもね。でもまあそこはね、日本も投手陣も含めて先発技はね、非常に粘り強いピッチング。グッピッチング。ナイスピッチングでした。結果ね、1対0で日本の勝ち。ついで、17日ね、3対4で西武というところで、西武先発以来ね、5回97球、4安打1三振、4四球2失点というところで、まあ、まっすぐスライダー、カット、シュート、フォークと、まあ、まんべんなくね、緩急つけながら、まあ、持ち味はね、非常に、出したかなと。まあ、2失点ね、左にとってはね、非常にゲームを作ったんじゃないのかなと。で、2番もね、初回、松本ライト前、で、上川端バント、で、近藤がね、センタータイムリー、で、ここでも盗塁、で、野村サードゴロ、清宮フォアボールで、このね、近藤の1点だけで終わらず、今川のね、センタータイムリー、グッバッティ、ここで1点というのはね、非常に大きかった。で、2番はね、5回裏、ワンアウト1、3塁、ここでね、野村のサードゴロをね、サード、山野辺、ちょっと三遊間抜けるよ、ちょっとね、倒れ込みながら取ってファースト、ね、ホームに投げて、アウト、山野辺、グッ、シュッ。これだって1点入ったらね、ひょっとしたら、日本ハムが勝てたっていうところでね。まあ、ここキーだったかなと。ここでね、野村が1点取ってれば、そのままね、日本ハムっていう流れになってたかもわかんないけども、山野辺ね、グッシュビです。
はい。でね、日本ハム先発伊藤、5回94球、6安打7三振、2四球4失点と、まあ、6回ね、突如、崩れるっていうね。だからこの5回裏さっきのね、野村のところ行って入ったらまあちょっと違うかったかなっていうところで崩れるんだけども、まあ、前半ね、しっかりね、踏み込みもあって、体重もね、乗って、腕も振れて、しっかり投げれたんだけども、ね、6回になってから、その踏み込みが浅くなって、若干状態が立ち気味になって、リリースポイント早くなり、ちょっと制球乱したかなっていうところでね、ちょっと、力伝わってないかなっていうね、いきなりそのフォーム自体が全然違うくなったんで、そこどうしたのかなっていうね。まあそこでね、6回ね、そこで西武が4得点するんだけども、先頭相手がね、レフト前ヒットで、森がフォアボールで、山川がね、レフト前ヒットで、ノーアウト満塁から外崎のね、押し出し、そしてここでね、ピッチャーカーノに代わってオグレディを抑えるんだけども、ジャンセンにね、ライトへ犠牲フライで、川越が、ライトへ勝ち越しタイムリーツーベースっていうところで4点ね。ノーアウト満塁、平均 2.4 点入るのよ。だからここ4点入ったらね、上げるじゃんね。0点の方がね、ちょっと意識づくけども。ここでね、一気に4点を取ってね、まあゲームを決めるっていうところでね、まあ非常にね、いい形。まああとはね、やっぱセーブはね、このリリーフ、その後もね、森脇、本田、水上平とね、非常にいい形でね、試合をね、締めくくったっていうところあるけども、若干ね、9回の平がね、ちょっとバタついたなっていうところもあって、その追い上げで1点差になって、なおも2アウト満塁、最後ね、野村がライトライナーでね、終わるけども、こういったところね、最後追い上げて、まあなんとか行くっていうところもね、非常に今好調日本ハムのね、感じかなっていう。あとやっぱりね、近藤が復帰して打線に入るっていうところは、非常にね、大きかったかなっていうところは見えましたね。で、17日、1対5で、西武っていうところで、この日ね、先発、西武先発陽太ね、5回89球、8安打1三振、1四球、1失点と、まあ、非常にね、まあ、まとめ上げたかなっていうところはあるけども、全体的にちょっといつもより甘め甘めだったかなっていう感じのところはね、ちょっと目についたかなっていうね。で、日本ハム先発ね、池田、5回69球、4安打5三振、1四球、2失点と、立ち上がりね、もうストレートめちゃくちゃ切れててね、いい形でっていうところになったけど、あのね、4回、変化球ばっかり打たれるんだよね。アイトリも変化球、森も変化球っていうところで、もうちょっとね、そのままの流れでね、投球割合変えないで、ストレートで押していってもね、良かったかなと。アイト森にね、変化球パンパンって打たれたのがね、若干もったいなかったかなと。その中でね、日本はね、2回裏。浅野がね、センター前。で、ワンボールの時に、盗塁。で、宇佐美がね、レフトへの先制タイムリーツーベースを打って、ね、いい形で、先制するんだけども、ね、4回に、愛と森がね、変化球をパンパンと、相手レフト。で、森がツーベースでね、で、ノーアウト2、3塁。で、山川ね、ショートゴロでアウトになるけども、その先の時に、ボーっと、ワイルドピッチ、バーッと。でもこれ、キャッチャーの宇佐美ね、これ止めれない。止めに行った時に、バウンドが跳ねて、もう肩より上に上がってるからね、そういうのはね、もう無理なんだよ。だからこれは宇佐美の責任じゃない、キャッチャーとしては無理、投げての問題ですね。でその後ね、外崎三振取るけども、ジャンセンのレフトフライを近藤が落球バーッと、多分走りながら行ったから多分揺れたね、ボールが、それ揺れないようにするのがビッグボスが現役の時からやってた飛ぶんだって、飛ぶとボールが揺れないんだって、だからいつもどんな球でもライナーでも最後は飛んで取ってたんだって。だからちょっと近藤多分目がね、最後揺れちゃって落としてバーッと、だからタイムリーなしでワイルドピッチとエラーで2点だからね、これは非常に痛かったね、日本ハムとしては。で6回表もピッチャーね、吉田康生に代わって外崎フォアボールで、ジャンセンね、フェンチョクのツーベースで、ウネンティンフォアボール、ここでピッチャー福田に代わるんだけどもね、球高い、まあ吉田もね、調子悪くなるとやっぱ球高くなるよね。でここで福田に代わって、鈴木翔平ね、スライダーね、しっかり引き込んで、一、二塁間っていうところで、あれ前突っ込まないで、非常にね、これ引きつけたっていうところでは、非常にね、バッティングは完璧。で、山田がアウトになるけども、川越がね、押し出し、で、ライトがライトへね、きっちり、しっかり振るときもあるけど、あえてね、きっちりコンパクトにポーンってね、犠牲フライ打つバッティングっていうのも、アイト、グッドバッティング。ね。で、ここでしっかりね、3点取って、もうね、全体的に試合を決めるっていうね。だからまあ西武はね、ほぼほぼこの4回と6回としか攻撃してない、あとは完璧に抑えられてたけども、このねワンチャンスツーチャンスっていうところをね、確実ものにする、あとはねちょっと日本ハムのミスっていうところがね、まあ痛かったかなと。あと日本ハムはね12安打、ランナー出すんだけども最後のね1本が出ないっていうところでね、この試合展開になったかなと。あとまあ日本ハムはね、ここに来てコロナ感染でちょっとビッグボスも含めて11人ぐらい、またもうちょっと増えるかもわかんないけどね、まあ、無症状っていうところで良かったなっていうところあるけども、もうね今後のパリーグ、まあこれ12球団まあそうなんだけどね、このねコロナ感染なったら落ちていくんじゃない、でもねこれ一つのまあ見解だけどね、もうひょっとしたらよ、
わかんない。それならないに越したことないけど、ひょっとしたら、今のうちになってて、なんとか頑張った方が、まあ、まだ半分弱ぐらいあるわけじゃん、シーズンね。そしたら、終盤、まあ、そんなパンパンって、2回感染しないと思うのよ。ちょっと間空くのよ。いろいろ調べたらね。無敵になる期間があるらしいのよ。だから、試合、シーズン終盤、あんまり心配しなくていいかなっていうところで、ここあんまり出てないロッテがね、ひょっとしたら一番大事な時にコロナで大量離脱っていうところが、今後、起きないとも限らない。だから今起きてて良かったなって見るか、今起きたことによってその間にバンバンって勝って勢いに乗って逆転するっていうところに見て、シーズン終わるまでしっかりねコロナ対策してかからなかった、まあこれ運もいるけどねっていうところになるのか、ちょっとこれねコロナの離脱によって大きくねレギュラーシーズンの動向が変わりそうっていうところでは、非常にねまあ僕も含めて皆さんもね気をつけてください。まあ気をつけてると思いますけどね、そういったどういう状況になるのか。まああとね週末、まああと次ね、今週でオールスター入っていくんでね、まあどういう展開でね、まあ約前半戦が締めくくれるのかっていうところはね、楽しみに見ていきましょう。さあパリーグベストライン発表していきましょう。ピッチャー日本ハム加藤、安定感。キャッチャー西武森、もうすぐ8月8日誕生日です、ハッピーバースデー。ファースト楽天鈴木大地、まだまだ吹けるの早いぜ、頑張れ。セカンド西武外崎、2割2分5厘打率、それじゃ寂しいよ。サードソフトバンクリチャードパワー、守備も頑張ろう。ショートソフトバンク今宮、ホームランしてた、さすがに打率は上がる。レフト日本ハム今度復帰大きい、守備のポロンチョ頑張って。センターオリックス中川、 PL 学園最後の選手。ライト西武愛斗、名字は武田愛斗。 DH 楽天源氏、名字は赤見内銀次。リリーフソフトバンクボイネロ、グッドリリーフ。はい、ということでね、今日もパリーグだけの総チェックおしまいです。さあ、申し送り事項言っときましょうか。明日はね2試合ロッテ対西武というところで、西武の皆さん、ロッテねやっぱりねどう見ても高部よ。ここをねきっちり抑えとければほぼね得点ないよ。だから高部よ、死に物狂いで抑えていきましょう。オギドはねちょっと上半身のコンディション不良らしくてどうなるかなっていうところはあるけどもね。ロッテの皆さん、西武愛斗が9試合連続ヒット、何気にいいところで打ってるからね、愛斗気をつけて。だからねそのジョイントのね殿崎に打たすとねちょっと終わっちゃうような気がするからね、殿崎は完璧に打ち取っていきましょう。オリックス対日本ハム、オリックスの皆さん、もうね日本ハム大量離脱です、コロナね状態よく来ましたけど、でもねそんなこと言ってられない、ここをねしっかり勝ち切って上げていきましょう。日本ハムの皆さんね、コロナね離脱者多いけども、逆にねチャンスの選手たちもいるんやから、これをねチャンスと捉えて自分自身のねアピールがチームの結果にもつながっていくんでね、それはね心に銘じてね、相手どうのこうのじゃない、自分たちの戦い頑張って、今がチャンス。ソフトバンク対楽天、楽天の皆さん、ソフトバンクここ勝ち時ですよ。柳田がちょっと膝がなんとかって言ってね出ない可能性あるんでね、そこが出なかったら思い切っていきましょう。ちょっとデスパイネが打ってきてるんでね、若干気をつけてくださいよ、強振できますよ。ソフトバンクの皆さん、楽天ね辰巳いい感じで、鈴木大地がちょっと上がってきてるんでちょっと嫌な感じねっていうところがあるんでね、そこら辺は気をつけていきましょうね。楽天もちょっと上がってきてるんでね、ここでしっかり戦えるか叩いておかないとね、後々苦しいですよ。さあということでね、皆さんオールスター前までね、あと数試合ハッピーに野球ベースボールエンジョイしていきましょう。それでは。